雑念って何って言ったら1秒前のことか1秒後のことなんですよ、うん、今この瞬間だけにいる人ってもう集中しようと思わなくても集中しかないんですよ、はいはい、雑念がないからっていう、うん、オンリーワンチャンネル、はい、オンリーワンチャンネル始まりました。大衆です。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ、社長様、そして経営者様、そしてオンリーワンの方、そういった方々をインタビューリレーションという形でご紹介させていただいております。まあ、その中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてパワーソング、そしてオンリーワン、そういったものを伺いながら人となりをご紹介させていただいているわけなんですが、今日はですね、もう最初に言ってしまいますけど、すごくね、喋りづらい本当ですか？というのは、はい、なぜかというと、はい、僕は第一流、はい、そして今日ご紹介させていただくのは一般財団法人全世界シンクロアート財団の代表理事でいらっしゃいまして芸術家の坂本大地さんです。はい、大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大地さん、よろしくお願いします。ダブル大地です、今日はこんなネタなみたいな感じですいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということなんですけど、まあ、その喋りづらいというのはまたまたね、それはまあ、冗談というかですね、はい、本当に気さくな、はい、本当に素晴らしい方ですので、ぜひいろんな形でね、紐解いていきたいなというふうに思ってるわけなんですけど、はい、まあ、先ほども言いました、このシンクロアート財団、うん、最近よく耳にしますね。本当ですか？ありがとうございます。はい、まあ、それは我々がそういったね、まあ、アンテナを張ってるからというところもあるかもしれませんけど、はい、まあ、そこら辺からですね、はい、どんな財団さんなのか、はい、そういった部分も含めてご紹介いただいていいですか？ありがとうございます。はい、はい、はじめまして、シンクロ財団代表理事坂本大地です。よろしくお願いします。僕自身芸術活動をしながら、シンクロアート財団の代表として、いろんなアートからどう社会につなげていくかっていう社会活動を結構していまして、はい、で今までずっとこうプライベートの方でギャラリーをやって、つまりこう、うん、完全に紹介制でアート活動をやっていたんです。はいはいはい。なのでその時に結構海外の王族の方とか大統領の方とか結構な方々につながっていったんですけども、それはまあ時代的にプライベートだったからこうつながっていったのかなというふうに思うんです。はいはいはい。でも最近だと結構やっぱり社会的ないろんな皆さんね、世間の見方も変わってきまして、やっぱりどんどん外に出ていかないとなってことで、財団って形でオープンにして、はい、でこの今インタビュー撮ってるここも銀座のど真ん中でね、はい、ギャラリー構えさせてもらって路面店で、うん、銀座6とバイニーズニューヨークのど真ん中でね、路面店やってるんで、はい、ぜひいつでも皆さん遊びに来てほしいんですけど、こういった形をオープンにし始めて、でパラリンアートっていう障害者アーティスト支援のたくさんの有名な方々が、参加されているところにも参加させてもらったりとかして、結構そうですね、露出が増えてきたので、皆さんの耳に少しでも、ね、届く機会が増えてればいいなと思う、そんな、今日この頃でございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、坂本大地っていうふうにこう、もうなんとか、ね、検索すると実はウォーターボーイズとかね、はい、そういったものが、まあ、出てくるわけなんですけど、はいはい、そこら辺からの話も教えてもらっていいですか？あ、そうですね、はい、まあ、僕今でこそこうやって芸術家みたいな感じで偉そうに名乗ってますけど、うん、いやいや、最初は全くその絵心もなくてですね、高校の通信簿もオール5の中で美術だけ3だったんですよ。なるほど、はい、本当に苦手で、その中で男子シンクロウォーターボーイズっていう映画、うん、皆さんご存知かもしれませんけど、はい、その僕選手だったんですね、うん、ガチの選手で、はい、あとね、これもね、もしかしたら挟まるとそうです、ね、いいんですけど、はいはい、結構見えてますね、真ん中竹中直さんで、でこれ17歳だけど僕ですね、はい、はい、これ飛んでるの僕なんですけど、はい、まあ、この人夏がめちゃくちゃ熱くて、うん、人の青春作る仕事すごいなって思って芸術の方面に足進めたみたいな感じなんですよね、はいはいはい、だからその絵が上手くてとか音楽ができてとかじゃなくて、そのワクワクを求めて、うん、芸術の方面に足進めたみたいな感じ、はい、なんですね。で、まあ、フジテレビのウォーターボーイズの企画だったんで、うん、結構フジテレビの影響があって映像専攻で足を進めて、はい、芸術大学に進めて、うん、ましてもらって、で僕が行かせてもらったところが、その映像以外にも絵画とか建築とか文芸とか日舞とか音楽とか写真とか、まあ、いろんな芸術を学べるところに行かせてもらって、うん、で僕本当いろんな芸術をそこで学ばせてもらって、まあ、珍しかったですけどね、大学生なんか単位ギリギリ取ればいいので、はいはい、あんまり専攻以外出ないんですけど、うん、僕はもう全部科目に出まして、素晴らしい、そう単位取りまくりまして、うん、で結局何がしたかったかっていうと、それらを全部活かせる表現をしたかった、はいはい、からミュージカル映画とか、うん、エンターテインメントショーの監督とかをやってたんですね、はいはい、で、それを卒業してからも、まあ、テレビ朝日の方に1年間だけお世話になったりとかいろいろしましたけど、すぐに独立しまして、日本では120人ぐらいのアーティストチームで2000人ぐらいお客さん集めてショーをやって、はいはいはい、でそれを海外ラスベガスとかマカオに、ね、1回持ってってみたいなことをやって、新宿からたビジョンだったりとか、あと当時テレビ局3局で、レギュラー番組も持ってましたので、はいはい、CM もね、全部うちの CM 入れてみたいな、結構やってたんですけど、全部赤字になって、でそれで当時2000万ぐらい25歳の時に借金して、で朝と夜の建築現場のアルバイトしながら月20万円のうちの15万円借金返済みたいな感じ、はい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 、でやってました。で、まあ、家賃 2.5 万円の1畳のオフィスに暮らしながら、
主食は味噌汁とか柿の種みたいな感じのあるところで、うん、まあその中でもまあ夢は諦めずにね、うん、いろんなできる限りのアート活動はしてまして、はい、でそこでこう出会った一色の職人さんと、まあ、あと光らせる職人さんと出会って、はいはい、あの石の光る作品っていうのが生まれたっていう感じですね。これね後ろにあるんでちょっとお見せしますね。はい、はい、いい感じに見えてるかな。見えてます。はい、はい、ね、ちょこちらとかはすごいですね、まあ、フォアアフターでね、うん、綺麗に石川光がね見せれればいいんですけど、まあ、グレーな世界がこう、うちの世界に変わるみたいなですね、うん、これは直接見てもらった方がいいですね。オンリーワンチャンネル。これ、まあ、実際こういったあの、まあ、本当に素敵な作品が、ね、はい、まあ、あるわけなんですけど、そのご自分の考えにそこまでこう至っていった経緯ってどういう形なんですか？あ、でもそれはもう出会いですね。もう本当に出会い出会いで、まあ、僕が唯一今でこそね、さっきあのちょっと借金の話から始まりましたけど、まあ、今でこそねあのしっかりこ の, あの作品あのねこれねちょっとこちらは綺麗に見えるかもしれませんけど、これあの、はい、上にこれね、最初10億って書いてね、うん、あのアート年商10億いくぞみたいな感じでやって、あと2019年にはあのアーティストっていう職業を職業別収入ランキング第1位にするぞって言って、はいはい、あのコンペをして、いや、お医者さんとかパイロットを抜いてアーティストが一番稼げる、それぐらいにアート活動っていうのは世の中に対して価値があることなんだっていうのを認めさせたいっていうので、コンペをして集まったアーティストたちと本当に1年間あのアートの仕事ばっかりして、はいはいはい、で結果アーティストしてるあたり年俸2500万以上支払い出すことができて、うん、こうやってあのお医者さんとかパイロットに行って1位じゃないですか、はい、まあ、で目に見える範囲ではそのコミットを達成した形になったので、うん、今財団って形でね、あの僕らまだ作って3年目の団体なんで、はい、あのまだまだ僕たちが手が及ばない範囲のアーティストとかアート活動する方々にも僕らの活動がいい影響を与えられたらいいなっていうところまで、まあ、今でこそあの来てはいるんですけど、あのその時はもちろん僕も前、ね、さっきお話した通り、うん、ものすごくお金もなかったし、あのっていう状況だったんですけど、まあやっぱ動けたのはありますよね。こう足を動かし続けられたっていうのは、はいはいはい、やっぱ出会いを重ねる一つの要因だったかなっていうふうには思って、本当に出会いでしか人は成長しないと僕も本当にめちゃくちゃ思っている、はいはい、なんで僕結構出会った相手がやってることをするのが好きなんですよ。うん、気候太極拳の師匠と出会ったら、はい、気候太極拳僕も弟子がすごいあるし、はいはいはい、でその1ヶ月後に世界大会出るみたいなことやったりとか、はいはいはい、あのピアノ触ったこともなくてもピアノ先生と出会ったらその3ヶ月後に100人集めてリサイタルありますみたいなことやったりとかあの表千家の茶道やったらその後お花見でこうお茶を立ててみたいな、着物もしっかり着てみたいな感じで、はい、とにかくこう出会った相手のあのかけてる人生にかけてるものとか、はいはい、あの向かってる夢とかは、うん、僕もやるっていうのが結構僕の昔からの癖であって、うん、そういうのが一番学べるんですよ、はい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 、見たり聞いたり読んだりするより一緒に何かをやるっていう、うん、そのスペシャリストと、はい、っていうのが一番学べるんですよ。そのスポンジ力って、まあ、その吸収力みたいなのがあって、はいはいはい、それは何かで身につけたんですか？あー、これは何かで身につけたかどうかで言われると、いや、これは性格かなっていうのはあるんで、うん、その誰にでも能力ではないのかもしれないけど、うん、でも面白いから進めたいですよねっていうのがありますね。オンリーワンチャンネル。まあ、まあじゃあその中で、はい、あのまあ、このチャンネルの中の一つではあの覚悟の瞬間01っていうのを伺ってるわけなんですけど、うん、まあ、こうやって今がある、まあ、その貧乏な時代もあったみたいな話もありましたけど、うん、多分何かがあって自分がこうふってなんか明日は違う自分になって、はいはいはい、そういう経験値が多分あるかと思うんですけど、はい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 、そこは何なんですか？ありがとうございます。これはあの今まさにアートでメインで伝えていることなんですけど、あの過去も未来もないよねっていうところなんですよね、はい、今この瞬間1秒1秒のこの瞬間しかありえてなくて、だ人ってなんか集中しなきゃいけないとか言って、じゃあその集中なんでしなきゃいけないかって雑念があるからじゃないですか、はいはい、だかその雑念って何って言ったら1秒前のことか1秒後のことなんですよ、うん、今この瞬間だけにいる人ってもう集中しようと思わなくても集中しかないんですよ、はいはい、雑念がないからっていう、でこれに気づけたのは本当にそのアートを本当に頑張ろうって思った瞬間に、うん、あの手塚治虫先生のね、あの右腕だった方に一時期指示してたことがありまして、はいはい、まあ、ほぼ手塚作品なんで哲学書じゃないですか、うん、それを哲学をそのビジュアルに落とし込むっていうのを結構ずっと一緒にやってた師匠が一緒にいまして、うん、はい、まあ、その方との関わりの中で、あのその一瞬人は爆発できるんだっていう、芸術は爆発だって岡本太郎さんの言葉が体現できた瞬間が、はいはい、まあ、01でもあり0100でもあり0無限でもあったからっていう感じですよね。
係者爆発だっていうのは僕なりにはその実際のブーンっていう爆発とかあと爆発的表現力とかもあるかもしれないけど、はい、でも人の本来持ってる無限の可能性を引き出すことができるのが芸術だから芸術は爆発だっていう。だから僕は結構うちのシンクロアートではその綺麗な作品を作ることは当然のことながら、はい、それを見る人とか、うん、地域とか時代に対して爆発力、ね、無限の爆発力を与えるのが、うん、あの使命としてやってる。でこれはまあそういうふうに自分が010無限の瞬間に、まあ、自分自身立ち会えたからっていうのはありますよね、うん、いや素敵な話だ。まあ、じゃあそんな中であのちょっとここで一回ブレイクさせていただきたいと思いますので、はい、パワーソングをぜひ伺わせていただきたいんですけど、はい、何でいきましょうか。2曲いいですか。はい、どうぞどうぞどうぞ1曲はあの尾崎豊さん の、はい、あの僕が僕であるためにっていう歌なんですよ、はい、うん、あの僕が僕であるために勝ち続けなければならない、はい、正しいものが何なのかこの胸に分かるまでみたいな、うんうん、だからあの自分が自分であるためには勝ち続けなきゃいけないっていう、なんか今平気で負けたり引き分けたりする人多いかもしれませんけど、はいはいはい、あの自分が自分であると証明するためには実は一回も負けちゃいけないぐらい、うん、その世の中というか生存競争って厳しいんだっていう厳しさを話しながら、はい、ただ正しいものが何なのかこの胸に分かる、つまりそれが正しいかどうか分からないんですよ、うん、目の前に立ち上がる壁を乗り越えて乗り越えて、はい、気合で乗り越えながらもうこれが正しいかどうか分かってない、うん、でそのサビの後半がもう逸材で、あの僕はあの風に吹かれてあの心を少し許しながらこの場所とかで歌い続けてるみたいな、うん、そんななんか壁を乗り越えて乗り越えてでも正しいか分かんないこんな無我夢中のその危なかしい自分もどっか許しながら歌い続けてるみたいな、うん、でやっぱ名曲って2番がいいなって思うんですけど、はいはいはい、この2番がこれ僕が君に変わるんですよね、うん、君が君であるために僕は勝ち続けなければいけないっていうような、はいはい、例えば僕だったら自分のシンクロアートっていうのに賛同してくださってる皆さんを皆さんだと証明するためには、はい、だからあなたがあなたと証明するために僕は一回も負けられないっていうぐらい、はいはい、なんかめちゃくちゃ覚悟と厳しい、うん、そしてでもそれが正しいか分かんないし、うん、でも許してもいるし、うん、っていうようななんか覚悟と許しの歌がめちゃくちゃあって、はいはい、僕それは本当に厳しい時にすごくその歌は支えてくれた、うん、なんかある意味大地さんの歌みたいなもんですね。ありがとうございますそこまでそこまでいや、まあ、パワーソングってそういうことですよね、うん、多分ねきっと皆さんもパワーソングがあればその、うん、そういうそんな感じの人生になってると思う、はい、歌ってすごいよねって思いますよね。確かに、うん、まあ、でもその観点発想はやっぱり素晴らしいな。じゃあもう一曲は、うん、ありがとうございます。もう一曲はあの森山直太朗さんの桜読書なんですけど、はいはいはい、あの桜読書ってあの日の丸特攻隊を結構リスペクトして作られた歌って結構有名なんですけど、うん、はい、なんか桜桜いいざ咲き誇れみたいな、ね、いつか散りゆく定めとしてとか、うん、さらば友よまたこの場所で会おうとか本当に日の丸特攻隊のもうそのまま歌ってるみたいな感じの、はい、歌でその桜が散りゆく姿が本当命が果てていく様子にすごくリンクされていて、うん、じゃ あの桜と人の命っていうのを対比かなりされてるんですけども、うん、対比実際してみましょうとしたらあと12ヶ月のうちの、2週間ぐらいですね桜が咲いてる間っていうのは、はいはい、でこれってあの紀元後の話ですけど2000年換算してあの今人の寿命が100歳だするならば、はい、それで12ヶ月換算したら2週間なんですよ。なるほど。だ本当に人の命と桜って、まあ、あのリンクしてるなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、寿命ってね昔は短いし今のなくなってるからちょうどそれぐらいの割合だと思うんですけど、あのじゃあ桜は片や桜は咲いてる間ってめっちゃ咲き起こってる、うん、ぶわー咲いてそうです、ね、一瞬もためらうことなくザッと散ってくる、うん、じゃあ人は皆さん生きてる間、うん、咲き起こってますかって言われたらちょっと微妙じゃないですか。あ、はいはい、やっぱしぼんだりとか、うん、隣の芝を見てみたりとかしてると思うんですけど、あの桜っていうのはかなりも早いサイクルで人の理想の生き様を見せてくれてる歌なんじゃないかな、はいはいはい、歌というか桜なんじゃないかなって思って、うん、それがなんか歌われてる桜読書がめちゃめちゃ好きで、僕この2曲はそのさっきピアノの話しましたけど、うん、ピアノリサイタルを初めてやるときにあの弾き語りをした歌。あ、そうなんだ。いやでもその何ていうのかな、その桜の一生じゃないけど、うん、それをなんか自分のこの 一生というか、うん、そういったものをこうリンクさせるっていうのは、うん、まあ、シンクロさせるっていう部分では、はい、さすがですね。これは僕アート力だと思ってるんですよ。僕アート力って絵が上手いとか歌が上手いとかそれじゃなくて感動する力とか、はいはい、解釈力だと思ってるんですよね。誰もが絵上手きゃいけないとは思ってないし、誰もが歌上手きゃなきゃいけないとは思ってないんだけど、誰もが感動してそれを伝える力を持っているべきだよねと思うんですね、はいはい、なんでその桜とか例えば水だとか色々赤だとかそれ一個一個に対してどれだけ哲学を持ってるかで、そのアートで言えばアートの価値は上がるし、企業で言えばその企業の価値は上がるしっていうふうに思うと思うんで、なんかそういう一個一個のものには全て歴史があって文脈があって人々の思いが詰まってる、でじゃあ自分は どんな思いをそこに乗せてどんな歴史をそこから作っていくかっていうのをなんかやっていくのは僕も楽しいし皆さんにお勧めしたいことが